ンカレーラにしました。それでは先ほどからヤブッチャの前です。広いんですよね、ここが。ここは危ないのでね、これ外れるので。はい、ここから登っていきたいと思います。よし、登りました。ここが封鎖されてますね。やってブランコします。それじゃあ滑りたいと思います。せーの、楽しい。昔の学校みたいな遊具やな。手作りなんかな。不要因。ああ。どういう状態？めっちゃ挟まる。めっちゃ挟まるの。痛くなる。痛くなる。ここがネジ外れてます。こっちは外れてます。やぶっちゃんの水遊び場に行きたいと思います。この階段降りていくらしいです。ふーちゃん初めてカメラした。桜が綺麗です。とっても綺麗です。今はね、桜の時期ですね。ちょっと見てみましょう。桜が落ちてますね。綺麗です。遠くの山もいい感じに行けて、ここで写真が撮ったらインスタ映えしちゃう。感じです。これか。これが水遊びのシーズン。今は閉まってます。夏はいいね。夏はいいよね。ほら、無理やり。5をつけて、夏場は水遊びができます。それでこっちがエサイトらしいです。各場所にトイレと炊事場もあります。だいぶ広いです。私らが泊まったのは B サイトです。この草が囲ってあっていいですね。かまどもついてますね。すごいです。 A サイトめっちゃいいな。 A サイト来たらよかった。いいな。 A サイトは人気なので予約は A サイトから埋まるそうです。料金とチェックインの時間が異なります。比較を説明欄にも貼ってあります。こういう感じですね。めちゃくちゃ綺麗です。 OK オートキャンプ場です。あっちがね、テントが映ってます。今回はエイプリルフールに来たんですけど、とっても風が強くて寒かったんですけど、次の日になると風がなくなっていい感じでバドミントン日和になりました。これが着火剤になります。これがいっぱいあるのでとても便利です。じゃあ進みます。広場に戻ります。さっき撮影した